イギリスでのツーリング南米の広大なパンパを行くツーリング、キャンプを行うツーリングをキャンプツーリングという、キャンプ地での様子ホンダ株でツーリングを楽しむ若者たち英語の正式な呼び方でモーターサイクルツーリング、あるいはツーリングとはオートバイでのツーリングのこと、つまりオートバイを移動手段として利用しつついくつかの景勝地や観光地などを訪れることであり、 あるいはオートバイに乗って走ること自体を楽しむために、いくつかの継承地や観光地などを形式的に目的地に設定して一応、旅という形に仕立てて、オートバイで走ることの総称である。日本語ではバイクツーリングとも、またあえて漢字を混ぜた表現ではバイク旅とも、英語の発音ではツーリングに近い。定義的にはツーリングとはオートバイで移動するツーリングのことであり、 オートバイを移動手段として利用しつつ継承地や観光地などを旅することである。ただしオートバイ好きのライダーはオートバイ乗って走ること自体が楽しいと感じているので、ライダー向けマップやライダー向けガイドブックなどでオートバイで走る。またライダー向けガイドブックや雑誌ではあらかじめツアー形式でまとめる形で一連の工程を提案している記事も掲載されることがあり、 肯程図に加えてそのツアーを行った場合に想定される走行距離数や時間数、有料道路料金、キャンプ場料金や宿代などの情報も合わせて掲載している場合がある。歴史1903年、ジョージ・ A ・ワイマンはカリフォルニア・モーター・カンパニーのオートバイに乗り、サンフランシスコからニューヨークまで米国横断の旅を51日で成し遂げた。1912年、 アメリカのジャーナリスト EN、カール・スターンズ・クランシーは、ヘンダーソン4で1万8000マイルの世界一周を成し遂げた。1928年、元グッズイの創設者の兄弟のジュゼッペ・グッズはは、元グッズイ GT に乗り、マンデロ・デル・ラリオにあるイタリア本部からケープ半島まで旅をした。1929年には、米国のオートバイメーカーのハーレー・ダビッドソン社が、 オートバイツーリスト向けのキャンピング情報を公表し始めた。1932年7月から1933年12月にかけてアメリカの冒険家で発明家のロバート・エジソン・フルトン EN ロバート・エジソン・フルトンジュニアは23歳にして2機筒のダグラス T6 を改造したものに乗り、ロンドンを出発し、トルコ、シリア、イラク、インドネシア、中国を経由し、 東京に至った。なお、特筆すべき、ロングツーリングの記録が、リスト化され、EN、リストオブロング、ディスタンスモーターサイクルライダーズとして、英語版で掲載されている。分類、種類様々な分類法がある。一つは走行する距離で分類する方法で、走行距離が短いツーリングは、ショートツーリング、長いものは、ロングツーリングと分類する。日程による分類法もあり、 日帰りの場合、つまりその日のうちに帰る場合は、日帰りツーリング、外泊するツーリングは、外泊ツーリングや、お泊まり、ツーリング、連泊する場合は、連泊ツーリングと分類される。特にキャンプする場合には、キャンプツーリングと分類される。移動経路に高速道路を利用するものは、高速ツーリング、林道を走ることを目的としたツーリングは、林道ツーリングと分類される。 参加人数で分類する方法もあり、一人で行うツーリングはソロツーリング、複数でグループになって行うツーリングはグループツーリングやマスツーリングと分類される。そしてそれらの分類名を組み合わせて細分化した分類も行われることがあり、例えば一人でキャンプするツーリングはソロキャンプツーリング、グループで林道を走る場合は林道マスツーリング等々である。 それぞれの特徴日帰りツーリングは、宿の確保や予約の必要がなく、宿泊に必要な着替えを積む必要もない。キャンプツーリングでは、テントや調理器具などを積載しての移動となる。オートバイツーリングの場合は四輪車で行う、オートキャンプとは異なり、一般に、軽量のテントや、軽量の調理器具類が選ばれる。ツーリング市場ツーリングを行うライガーの数は、それなりの数に達しており、 ツーリングだけでも一種の市場を形成している。モーターサイクルツーリングのためだけの専門雑誌も発行されている。日本は隣国と地続きではないという地理的な理由や車両登録に関わる制度の制約により、日本の国境を越えるツーリングには出入国手続きと同時に車両の輸送手段や自動車カルネと国際ナンバーの取得が必要となる。ただし、アメリカ合衆国と 日本、大韓民国と日本は互いに自動車カルネと国際ナンバーを必要としない特例条約が結ばれている上、日本と韓国の間にはフェリーが定期運行されている。また、日本からは渡航先にレンタルバイクを用意して、ガイドが同行するツアーパッケージも商品化されている。あらかじめネットなどで現地のレンタルバイク屋を探して、予約を入れ自力でレンタルする人もいる。 例えば四輪自動車でのキャンプでは、しばしば加熱調理器具として、キャンプ道具としては極端に巨大なコンロ。例えばバーナーが2つあるようなコールマンの2ーバーナーが選ばれたり、鍋として煮物で重いダッチオーブンが選ばれることがしばしばだが、オートバイツーリングでは重い荷物を無理に積載すると、バイクの操作性が悪くなるので、ダッチオーブンは10過ぎおまけに大きすぎると判断され、避けられ、 ステンレス製やアルミニウム製やチタン製の小さめのコッヘルやシェラカップなどが好まれる。ありがとうございます。